デーガンとベネット・レスター、ベニー・カーターは、アメリカ合衆国のアルトサックス奏者、クラリネット奏者、トランペット奏者、作曲家、編曲家、バンドリーダー。1930年代から1990年代のジャズ界における大物ミュージシャンで、彼を王と呼ぶミュージシャンもいた。私生活では1979年にヒルマ・ウリーラ、ヤンズと結婚し、娘が一人。 孫娘が一人いる。1907年ニューヨーク生まれ、6人指定の末っ子で長男だった。最初は母親からピアノの手ほどきを受けたが、おおむね独学で音楽を収め、15歳の時からハーレムのナイトスポットで活動していた。1924年から1928年にかけてニューヨークのいくつかのトップグループでプロとしての経験を積んだ。若い頃は、 ハーレムで、デューク・エリントン学団のスター・トランペッター、ジェームズ・バッパー・マイリーの近所に住んでいた。カーターは、マイリーに刺激されて、トランペットを始めるが、彼のようには吹けないことを悟りサックスに転向した。その後の2年間、コルネットのレックス・スチュワート、クラリネット、ソプラノ・サックスのシドニー・ベシェ、ピアノのアール・ハインズ、ウィリー・ザ・ライオン・スミス、ファッツ・ウォーラー、ジェームス、P ・ジョンソン、 デューク・エディントンなどのグループで活動した、ニューヨーク・アポロシアターにて、1946年撮影。1928年、チャーリー・ジョンソン楽団にて初録音を行う。編曲も手掛け、翌年には自身の楽団を結成。1930年から翌年にかけて、フレッチャー・ヘンダーソンと共演し、彼の楽団のチーフアレンジャーとなる。その後は短期間だが、 デトロイト出身のマッキンニー、エスコットン・ピカーズを率いた後1932年には、ニューヨークに戻り、チューベリー、テディ・ウィルソン、シドニー・カトレット、リッキー・ウェルズなどとビッグバンドでの演奏活動をした。カーターの編曲は洗練されており、複雑コーチで、ブルールーを含む多数の楽曲が、他のバンドに取り上げられたほか、デューク・エディントンなどにも編曲を提供している。 その手腕は卓越したもので、中でも、キープ、エイソング・イン・ユア・ソウル、サックスの流れるような編曲の、<S <S ロン・サム・ナイズ、シンホニー・イン・リフスなどが特筆される。1930年代初期には、ジョニー・ホッチスと共に、主要なアルトサックス奏者の一人と目された。この頃、再び手にするようになっていたトランペットの演奏機会も増え、ソロも取るようになった。1932年、 カーターの名前が初めてクレジットされたレコードデロール・ユア・デイ・ドリームス2目発売。名義はベニー・カーターアンドヒズ・ハーラマイツとなっている。この楽団の活動期間は短かったが、ニューヨークのハーレムクラブへの出演のほか、いくつかの素晴らしい録音をコロンビア、オーケー、ボーカリオンなどに残している。オーケーレーベルへの録音では、カーター自身の愛称ともなった。 チョコレートダンディーズの名義を用いた。1933年10月録音のチョコレートダンディーズ名義によるワンスアポン、エータイムをはじめとする多くの映画、テレビ音楽を担当した。ちなみに、カーターは黒人として初めて映画音楽を作曲した一人であり、クインシー・ジョーンズはカーターを死と仰ぎ、1960年代に彼がテレビや 映画の仕事を始めた時にも、カーターを参考にしている。ハリウッドでは、ビリー・ホリデー、サラ・ボーン、ビリー・エクスタイン、パール・ベイリー、レイ・チャールズ、ペギー・リー、ルー・ローオルズ、ルイ・アームストロング、フレディ・スラック、メル・トーメなどの編曲を担当した。なお、ビリー・ホリデーとは1958年のモントレージャーズ・フェスティバルでも共演している。1945年には、 マイルス・デイビスがサイドメンとしての初レコーディングをカーターのベニー・カーターヒズ・オーケストラというアルバムで行っている。1958年、アール・ハインズ、リロイ・ビンネガー、シェリーマンの新旧世代の混成メンバーによる1920年代アメリカのヒット曲を取り上げたアルバムスー・イン・ギンザ 20S を発表。続く1960年代にも 新旧混成メンバーのビッグバンドによるファーザー・デフィニッションスや編曲を担当したペギー・リーのミンク・ジャズなどのスタジオ録音を残している。1960年、自身のカルテットでオーストラリアを訪問。1968年、ニューポート・ジャズ・フェスティバルでディジー・ガレスピーと共演、同年スイスのバンドと録音する。1969年に、プリンストン大学の社会学教授。 モローバーガーの招きで、同大学にて講義、セミナー、演奏会を行い、続く9年間で5回プリンストンを訪れ、1973年には客員教授として一学期間務めた。1974年、プリンストンはカーターに人文科学の名誉博士号を送った。他の大学でもワークショップやセミナーを開き、 1987年には、ハーバード大学で一週間講義した。モロー・ベルガーは、著書、ベニー・カーター、A Life in American Music で、カーターのキャリアを扱った。1989年晩課、ニューヨークのリンカーンセンターで、カーターの82歳の誕生日が祝われ、エクスタイン・アンダーソンや、シルビア・シムズが彼の歌を歌った。同州には、シカゴ・ジャズ・フェスティバルで、 ファーザー・デフィニションスが再演された。1990年2月、リンカーンセンターにおけるエラ・フィッツ・ジェラルドを称えるセレモニーで、カーターはオールスター・ビッグバンドを指揮した。1997年にカーターは現役を引退。翌年にはリンカーンセンターから表彰され、セレモニーで、ウィントン・マルサリスやダイアナ・クラール、ボビー・スコットが彼の音楽を演奏した。 2003年7月12日、カリフォルニア州ロサンゼルスのシダース、市内ホスピタルにて、機関支援の合併症で亡くなった。95歳。他に、A ウォーキンシング、マイカインドオブトラブルイズユー、イージーマネー、ブルースター、アイステルラブヒムソ、グリーンワイン、マリーブ等が存在する。ありがとうございます。